はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。はい、僕はですね、今どこに来てるかっていうと、日暮里駅にね、来てるというわけなんですよね。で、あのね、この間の動画でもね、ちょっとお話ししたんですが、あのこのね、日暮里の駅前ってこういう感じでね、テラスになってるんですよね。で、僕が高3の時に通ってた塾っていうのが、あの日暮里の駅のね、近くにあって、やっぱすごくね、思い出の場所なんですけど、じゃちょっとね、思い出話をね、一個だけしましょうか。でね、あの塾に通ってる時にね、あの僕がちょっとね、好きな子がいまして、でその好きな子に、あの告白をしたのが、あのここなんですよね。そこの日暮里のテラスのね、あの木がちょうどあるあの辺ですね。で告白したんですけどね、まあ見事にね振られたっていう、そういうお話でね、これちょっと動画で話すのちょっと恥ずかしいな。あのじゃあちょっと、まあ、詳しく知りたい方はね、生放送でこの話振ってくださればあのしますんで、まあ、あの何が言いたいかっていうと、生放送を見てっていうそういうお話でね、まあ、じゃあ生放送、結構頻繁にやってるんで見てくださいということでね、じゃあ今回この動画はですね、もう全然関係ないんですが、関東大手私鉄の座席指定列車に乗ろうっていう企画の最終回ということでね、やっていきたいと思います。今までね、京急から始まって東武に乗って西武に乗って、であとなんだ、まあ結構いろいろ乗ったんですが、今回最後はね、京成の、イブニングライナーというのにね、乗っていきたいと思います。じゃあまたね、おなじみの、乗車券を買うんですが、乗車券は、近くの金券ショップというか自販機で買った方が安いので、じゃあ自販機に行ってね、まずは乗車券を買っていきたいと思います。さあ、こちらが日暮里駅前の金券ショップですね。イブニングライナーっていうのは、あれ京成本線経由なので、アウトとかあと船橋とかあの辺も止まるということなので、今回はね、日暮里から船橋まで乗っていきたいと思います。はい、こちらがですね、改札の外にある券売機なんですが、こちらはスカイライナーしか売ってないのかな。ライナー券でちょっと見てみても、イブニングライナーってのはないんだよな。本日の蒸気以外のライナー券は18時で、そうだね、スカイライナーしかないから、じゃあライナー券はあれかな、改札の中の券売機で買うということですね。切符でもダメだな。やっぱダメだな。あの目の前のあの券売機でライナー券を買うということですね。今度のライナー18時6分発のイブニングライナーということですね。一応こういう感じでね、イブニングライナーのライナー券を買ったんですが、このなんだろう、これ切符を切ってもらうんだね、そこのあの何、スカイライナー専用の入り口で。でどこまで乗るかとかそういうのは選べなかったから、じゃあどこまで乗っても一律で410円ということらしいですね。
この電車はイブニングライナー成田行きです。途中の停車駅は阿王と船橋、八千代台、桜です。この電車はすべて指定席です。またデッキ、サービスコーナーを含めて全車両禁煙です。お手洗いは5号車重数位販売機、サービスコーナーは4号車にございます。まもなく阿王と阿王とです。出口は右側です。一番後ろは8号車のドアが開きます。阿王との次は船橋、船橋です。はい、じゃあということでね、フナッシー着きましたよ、フナッシーね。まあね、長らく続いたこのね、関東大手私鉄の座席指定列車を、まあ、乗り潰そうという企画も ね、今回のこの京成のイブニングライナーをもって終了ということなんですが、まだね、関西の方の私鉄もたくさん乗りたいね、座席指定列車あるし、まあ、JR の方もね、ホームライナーとかでその辺が結構走ってるのでね、新しい企画としては、まあ、次は JR のホームライナーとかね、あの辺をじゃあ乗り潰していければなというふうに考えております。じゃあ、まだ見てないシリーズがある方はね、これ再生リストに、まとめてあるので、よろしければそちらから見ていただければというふうに思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。